とうございます。すべうちお父さん懐かしい、まあ、こんばんは。こんばんは。皆さんの影響ですかね。夜公演良かった。本当ですか。ありがとうございます。ケーキクリスマスパーティーしたい。ハチキでしたい。でかしたいな。会いたかったです。会いたかったです。いつする？今日おでんにしたよ。25日。無理無理無理。ちょっと中です。寒いですよ。めっちゃタダちゃんさん、ちょっとありがとうございます。ラッチさん可愛い。ありがとうございます。ゆきのちゃんに温めてもらわない。おった温めるね。ジオさんと真剣に始めてる。配信にやのにめっちゃ変顔しちゃった。今雪の音とか、うわ変顔しちゃった。皆さんスクショしましたか？ちゃんと。やば。今思いっきり白目向いちゃった。やばい。どうしよう。何も考えてなかった。良くないね。良くないね。おでんやったら餅巾着。うわわかる。餅巾着で餅入ってるからさ、ちょっとカロリー的なの考えてみて。怖いな。そう。いつも食べる。あ、ちくわぶも美味しいですよ。ちくわぶ、ごぼてん、はんぺんとか。あーセブンのちくわの中にウィンナー入ってる。そうなのよ。ゆうりさん、なに釣った釣った無理なんですけど、無理なんですけど釣ったんやで。指なんてつるんや。指つったらしいです。ガッてやったら戻るらしいです。なんか催眠術みたいやったな今。ほんまかよ。やばいやばいやばい。今日パーカーちくわぶって感じのあるよね。やばい。まだそもそもおでんの話するからおでん食べたくなる。やっぱ卵美味しいですよね。よかった帰ってきて。なんかはんぺんとか私のおばあちゃんおでん作るの上手。来年もいっぱいお口ないんで待ってます。北野大地さん、タコいっぱいありがとうございます。クマありがとうございます。クリスマスパーティー誰に顔面パイしますか？弥生で。え、いい、白いんで、色白いんでいいの？え、やりてほしい。好きなおでん、こんにゃくとか好きです。めっちゃそうよく言われます。クールじゃないこともないんですよ。白ちゃんレインボースターありがとうございます。あんまり他人に興味ないです。おでん、魚のつみれ、そんなんあるんや、うん、魚のつみれ、へぇ。はしむっちさん、スターありがとうございます。ケツメガネさん、ゆうきさん、ありがとうございます。水分取らないとつるらしいで。気が降ってるよ。なんてあの人に味方、味方だよね。でも大根とじゃが、うわー美味しい。味噌田楽も食べたいな。じゃがいものおでんとか食べたことない。マジで美味しいで。なんか団子みたいな。新幹線で来れないから。なるほどね。え、団子みたいなのない？三色団子みたいな。いい日になる。ある。美味しい。しおちゃん、ハートありがとうございます。まさやしさん、スターありがとうございます。おでん、ゆずこしょうがずっと美味しい。ファミマのさ、おでんにさ。なんか美味しそうだね。肉団子みたいな。セブン、つきみ、つみれ。え？え、違う。つくね。あれも美味しいで。牛筋？筋。牛筋。今まで無理だったけど。カルちゃんさん、ハートありがとうございます。ショールームでは初めて。挑戦してほしい。サスケで出たいですね。そうなんですよ。寒いからね、今めっちゃおでんの気分ですね。フランスが勝つと思うんですけど、そこアルゼンチンに勝ってもらってメッシにトロフィーを掲げてほしい。今日決勝で。クロアチアは？クロアチア3位。3位の国と同等に戦ったんすごいな。PK まで行ったんです。トマトのおでん食べたくない。牛すじが一番好き。ラーメンも食べますね。なんかね、鎌倉のラーメン多いじゃないですか、めちゃめちゃ量。あれ1個でめちゃめちゃお腹いっぱいになるけど、私はね、鴨倉の鶏そぼろ丼が好きなんですよ。ゆうりちゃん、だるまありがとう。食べたいんですけど、それも食べたらもうお腹いっぱいになっちゃうから、ね、ラーメン半玉と鶏そぼろのセットが出てほしい。おでんの気分になっちゃいます。めちゃめちゃ思って。寒すぎません？ちょっと。もうなんかベンチコートとかないと生きていけないぐらい寒くて。公演始まる前のオーバーチュアぐらいまでめっちゃ寒くて。始まったらなんかもうあったかく
なってくるんですけど。今日もおでん食べました。なんか今の筒入り、筒に入って、今日は焼き芋とラーメン食べたい、サケフレークを食べました。担々麺とか食べたい。なあ、担々麺かけとったらいいですね。公園楽しかったです。号泣。え、もうさ、ほのとさ、あやかがさ、めちゃめちゃ泣くからさ、なんかどうしたらいいのかみたいな感じでした。好きでラーメンで作りそうなの。栄養活したよ。ありがとうございます。なんだろう、チロルチョコかな。なんかいちごのチロルチョコ知ってる？いちごのチロルチョコがいちご餅？え？いちご大福？え？みたいなやつがあって、美味しい。めっちゃ美味しい。うん、味玉の今日雪降ってた。え、早い。雪？やばい。それはやばい。早いですね。めっちゃ美味しいですよね。なんか。味玉にハマりました。あのメンジローさんの、あ、 M1 の決勝ね、ちかしげさんが見てました。メンジローさんの味玉マジで美味しいんで、ほんまに食べてください。もうトロトロなんですよ。でもあんまりね詳しくないんですけど、面白いそうみたいです。家帰ってもやってたらね、シンシンとの写真、シンシンさんと写真撮ったことあるかな。眠いから昨晩と雨と入れないんですけど、眠くなかったのが面白くて、卵って感じしましたよ。豆でおすすめラーメン屋いっぱい来ました。そう、眠くてね。私が行きたいのはラーメン谷口さんとか、ラーメン人生、ね、ちょっと帰りますって言ってラーメン大戦争帰りました。行きたいです。映えスポットは、でもカフェとか行きたいですね。そうか、新幹線今日止まっちゃったからめっちゃ時間かかって、今日2つ行ったってこと、すごいな。うわ、皆さん気をつけて帰ってくださいね。御堂筋ね、一回行きましたよ。今日ね、お昼にあげてます、配信しようと思ったんですけど、ちょっとね、忙しくてできなかったんで。今日そうなんです。今日はお昼にね、相談しようと思ったんですよ。気をつけてね。ありがとうございます。久しぶりに来れた。わー、嬉しい。お腹空いてからもなんか食べ物の話しか出てない。ほんまに美味しそう。さっきでもみかん食べました。サイカラーメンも食べたいな。え、めっちゃ新幹線止まってるんですね。楽しかったです。ありがとうございます。あ、28日にあのトップエールネオさんが発売されるので、28日にトップエールネオさんが覚えてなかったよ、絶対発売されるんですよ。ぜひ見てください。ぜひ見てください。めっちゃ話してんの。え、どんだけ使われてるかもないけど、濃い話、めちゃめちゃ濃いんで、本当に写真もなんかめっちゃ撮って撮ってもらって、めちゃめちゃポーズダサかったよね。でもやばかったんですけど、頑張ったんで、ちょっとまあ可愛くなってると思うんで、インタビューメインでちょっと見てくださいそう、絶対にゲットしてほしい。1年を振り返ってみたら、今後の話とか将来の話とかもしてるんで、皆さん見てください。ぜひ。ほんまや、将来の話貴重じゃない。だって貴重、確かにあんまりする機会ないかも、うん、結構赤裸々に話してるような。だってそうやな、確かに具体的に、うんうんうん、こうなりたいみたいな。取材がね、まあでも振り返ったりして、わ、エモストも見てください。22日、エモスト22日絶対見てください。25日にねクリスマスパーティーに出演させていただくことになったので、すごいあのガチガチだったんですけど、お願いします。ぜひ見てください。将来ですよ。公演終わりです。2列目、なんか2列目っていうのが不思議ですよね。この前まで最前だった場所がもう2列目になってるって。でも最前めっちゃ近いですね。超近い。ごめんねで座ってる振りがあるんですけど、前列でめっちゃもうなんかもう目がめっちゃ合います。ありがとうございます。I love you。 やゆちゃんのお芋が大きかった。そう、ラッキーなことでね、話だったんですけど、 MC がなんかみんな結構フリースロー決めましたとか、お誕生日リプ送ったんです。めっちゃ大きいラッキーだったんですけど、私どうしよう、焼き芋大きいみたいな話しかないんだけどって思いながら待ってたら当たっちゃったんで、今日のお昼にね相談しようと思ってたんですよ。あの、気づいてないですか、サ
そう、普通に踊ったら目合わないんですけど、これ結構でかいじゃん、座ったりしたらめっちゃもうここですよ、もうね、ここ楽したかなと思って、ずっと汗汗してたんですけど、さっき1時間前ぐらい今の2列目で見てました。そうか、今の2列目最善ってことですね、元最善でも最高列とかでも結構ペンライトはね、どこにいても見えるんですけど、うちわとかやったらやっぱり最大とかの方が見やすいです。もう買ってます、お会いしてないだけで。あ、そうや、めっちゃね、あの近々嬉しい追悼できます。わかんない、ゆいちゃんがずっと前にいて眠くなった、どういうことですか。ありがとうございます。そんなね、お仕事のツイートとかじゃないんですよ。匂わせてる。そう、あの全然お仕事、こんな大きいお仕事しましたとか、じゃそんな全然そんな報告じゃないんですけど。私は知ってますよ。めっちゃ嬉しい。なんかちょっと久々に、ね、久々ぶりに見れて嬉しいので、焼肉食べはいいな。それは嬉しい、嬉しい。そう、こんばんは。最善で見てみたい、私も公演。ボサボサです。いいな。最善で見たくない、見たくない、私も最善で見たいね。てか客席で自分の出てる公演を見たい。もう一生叶えることはできないんですけど。スポキン見てます。わ、ありがとうございます。スポキンは新体操をしました。写真もいっぱい見ましたよ。私もまこちゃんのイラストも作って公園に持っていくのは嬉しい、楽しみにしてますね皆さん。なんかまこがめっちゃ適当に振りしてるのが面白かったですね。何がスポキン、ゆらゆらりのスポキンの何やっけ、あ、キャンプの方は、ま、そう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 、それではみなのもの頑張れー楽しかったね、超防衛焼肉焼いてさ、みんなでゲームしてさ、こっちはもう超超長くて、あの日スポキン絶対押すよな、うん、絶対押すんですよスポキンのロケ。こっちは直感性、頭がよく感じ性が高い。確かに最近はみんなにですもん、ね、激当たり、これもお疲れ様でした、ありがとうございます。頭がよくはちょっと付け線で応募する、確かに応募したいな。決勝のスコア予想して、え、2-1、客席で見てたら気づきますか、うん、元日以来 NMB に出て、あ、そうや、24時間もね、あるんで、YNM に来ていただけますかね、あろうかな、わからんけど、まあ、スワンボートも振りコピーできるようには頑張ってください。スワンボートもどうですか、もう今2回目今の声見に来てありがとうございます。私的には2回目めっちゃね、怖いですよ、決めてほしい、なんか間違えそうと思って友達とも、ね、言ったんです、間違え、よし決めてほしいな、よしにトロフィー掲げてほしいわ、間違え、そう、なんか早い、今日誕生日で喜んでくれて、おめでとう、来ていただいてそんな貴重な日ありがとうございました。大丈夫、OK のマコはそろそろ準備します。確かに、ここにはアルゼンチン、え、アンミッタ、私もアルゼンチンに買ってほしいです、私もアルゼンチンと思ってます。待っとって、あそこ、フランスの人だなと思ってました。アミタンでした。本命はね、アルゼンチン。アンジさんと新体操できてよかった、本当に。ほんまにそう。もうめっちゃ嬉しく、もう嬉しくて、嬉しいと同時に怖さもあったんですけど。ジュンヤさん、ありがとうございます。でもまあ、元からね、あのアンジさんガチの方っていうのも知ってたんで、そんな比べられたらどうしようとかも思ってなくて、どうぞ比べてくださいみたいな感じの気持ちで挑んだんですけど。ナサヤさん、ありがとうございます。ただいま、めっちゃ嬉しかった。よく来たの、大地さん、ありがとうございます。おやんぎちゃん、ありがとうございます。と思いながら見てました。カイドさん、ありがとうございます。はい、ダンさん、ありがとうございます。に名古屋さん、ありがとうございます。中島よっしーさん、ありがとうございます。あ、もう時間やばい、45分やばいですね。ありがとうございます。二公演ありがとうございます。そろそろランキング読もうかな。またね、お疲れ様でした。ありがとうございます。ランキング見たいと思います。でも100がずっとやってる。はい、ランキング見たいと思います。13位猫ラーメンさん、猫ラーメンさん、ありがとうございます。12位ゆうさん、ありがとうございます。11位かぼちゃなかずさんさん、ありがとうございます。
10位さとしさんありがとうございます。9位しろちゃんありがとうございます。8位ゆりちゃんありがとうございます。7位りーさんありがとうございます。6位やまさんありがとうございます。あ、ごめんごめんごめん。5位かるちゃんさんありがとうございます。4位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。3位ラッチさんありがとうございます。2位が鉄メガネさんありがとうございます。1位ナナタンありがとうございます。ありがとうございます。本当にめっちゃねしますって言ったからめっちゃ時間経っちゃったんですけど、また12時にお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ピース。ありがとうございました。ゆっくり休んでね。ありがとうございます。寝ます。おやすみなさい。